トレントンの戦い、トレントンの戦い、トレントンの戦いはアメリカ独立戦争中の1776年12月26日にニュージャージー州トレントンで起こったアメリカ大陸軍と主にドイツ人傭兵部隊で構成されるイギリス軍との戦いである。デラウェア側の向こうに撤退していたジョージ・ワシントン将軍の率いる 大陸軍が悪天候の中危険を伴うとかをして、トレントンに駐屯していたドイツ人傭兵部隊にその主力をぶつけることができた。戦闘そのものは短時間で終わり、大陸軍がほとんど損失を受けなかったのに対し、ドイツ人傭兵部隊のほぼ全軍が捕獲された。この戦闘の結果、萎縮していた大陸軍の士気は上がり、最長兵もやりやすくなった。 大陸軍はそれまでにニューヨークで幾度も敗北を味わい、ニュージャージーを抜けてペンシルベニアまでの撤退を余儀なくされていた。軍隊の士気は低く、これを救うためには年が暮れるまでに積極的な行動をする必要性を感じた総司令官のワシントンはクリスマスの夜にデラウェア川を渡り、ドイツ人傭兵部隊を包囲する作戦を暗室した。川は氷のような 冷たさであり、とかは、危険なものだった。三つに分けた部隊のうち二つは、とかできず、ワシントンは、その2400名の部隊だけで攻撃に向かうことになった。大陸軍は、トカ地点から9マイル南に行軍して、トレントンに向かった。ドイツ人傭兵部隊は、大陸軍の攻撃からは安全だと考えて、その守りを緩め、夜明けの保証すら置いていなかった。 クリスマスの大騒ぎの後で眠りについたままだった。ワシントンは油断しているドイツ人傭兵部隊に迫り、抵抗できる前に捕捉した。1500名いた守備隊のほぼ3分の2が捕まり、いくらかの兵士がアッサンピンククリークを渡って逃げ出した。この戦闘そのものは小規模だったが、その影響は植民地中で大きなものになった。一週間前は革命そのものが疑われ、 軍隊は崩壊の瀬戸際にあるように見えた。しかし、この戦いでの勝利により、兵士たちは軍隊に止まることに合意し、新兵も加わることになった。この戦闘の前まで、アメリカの士気は極めて低かった。大陸軍は、イギリス軍とドイツ人傭兵部隊の連合に、ニューヨークから追い出され、ニュージャージーを越えての撤退を余儀なくされていた。ロングアイランドの戦いの時にいた。 大陸軍兵士の90%は立ち去った。独立の大義が失われたと感じた者は脱走した。大陸軍総司令官のワシントンはいくらかの疑念を表明していた。ワシントンはバージニアのいとこに当てて獲物はすぐ近くにいると思うと書き送った。ニュージャージー西部の当時は小さな町だったとレントンはヨハンラール大佐率いるドイツ人傭兵部隊3個連隊。 その数千四百名に占拠されていた。ワシントン軍は二千四百名だった。ナサニエルグリーン少将、ヘンリー・ノックス淳将及びジョン・サリバン少将の補佐を受けていた。大陸軍の作戦は三方向から共同した攻撃をかけることにかかっていた。ジョン・キャド・アラダー将軍はニュージャージーのボーデンタウンでイギリス守備隊に対して陽動攻撃をかけ、 援軍を送れないようにすることだった。ジェームズ・ユーイング将軍は700名の民兵隊を引いて溶かし、トレントン渡し場で上陸して、アッサンピンククリークに架か,かる橋を確保すれば、敵の退路を塞ぐことができるはずだった。攻撃の主力部隊は2400名であり、トレントンの北9マイルでデラウェア川を渡って2つに分かれ、1体はグリーン、1体はサリバンが引いて夜明け前の攻撃を、 かけることになった。サリバン隊は町の南からグリーン隊は北から攻撃することとした。この作戦の成功遺憾によってはニュージャージーのプリンストンやニューブランズウィックへの攻撃で追撃をかけられる可能性があった。この戦闘の前の週には大陸軍の先遣隊が敵の騎兵偵察隊の待ち伏せをはじめ伝令の騎士を捕まえドイツ人将兵を攻撃していた。 これは大変効果があったので、ドイツ人傭兵部隊指揮官は、プリンストンにいるイギリス軍指揮官に送る文書を守るために、100名の不評と一門の大砲からなる派遣部隊を送る必要があった。ワシントンは、ユーイング将軍とそのペンシルベニア民兵隊に、ドイツ人傭兵部隊の動きと配置に関する情報を掴むよう命令した。 ユーイングそうする代わりに川を3度渡って襲撃することに成功した。12月17日と18日には両兵の前進基地を襲い、21日にはいくつかの家屋に火をつけた。ワシントンはデラウェア川沿いにある宿泳地に近いあらゆる都下可能地点を日夜見張れという命令も出していた。これはイギリス軍指揮官ハウ・将軍が川が凍った場合に フィラデルフィアに攻撃をかけてくることになると考えたからだった。12月20日、2000名の兵士が新たに到着してワシントン軍に合流した。これはチャールズリー将軍の指揮下にあった兵士であり、リーが捕虜になった時はニュージャージー北部を横切って鉄中だった。同日、さらに800名の部隊がホレーショゲイツの指揮でタイコンレロガトリデから到着した。 ドイツ人傭兵部隊は12月14日にトレントンに到着した。トレントンには、キング通り、現在のウォーレン通りとクイーン通り、現在のブロード通りという2つの主要な通りがあり、約100軒の家屋があった。ラールの上官カールフォンド・ノープは12月22日に、南のマウント・ホーリーに向けて進軍し、ニュージャージーにおける抵抗勢力に対応し、23日には、 アイアンワークスヒルの戦いで、ニュージャージー民兵隊を駆逐していた。ドノープは、ラールを嫌っており、トレントンでの指揮をラールに任せることを躊躇した。ラールは騒々しく、酒飲みであり、現地の言葉に通じていないと分かっていたが、戦闘経験の豊富な五十六歳の軍人でもあった。ラールは、イギリス軍指揮官、ジェームズ・クラント将軍に援軍を要請したが却下、されていた。 グラントは大陸軍をひどく別視しており援軍を送らなかった。トレントンに駐屯していたドイツ人傭兵部隊の面々はその指揮官が経験豊富であったにもかかわらず人間性をすいてはいなかった。彼らはラールがあまりに立派すぎて成功する軍隊指揮官としては冷酷になれないと考えていた。ラールの主官たちは彼の人生に対する愛はあまりに大きくて まず自分のことを考え、その次が他人のことになる。そのためにしっかりとした決断をすることができない。と言ってこぼしていた。ラールは懸命に働くことを避け、部隊の慰安についてはほとんど関心を示さなかった。トレントンの街はアメリカの開拓地の常と同じく防壁も防御工作物も,もなかった。ドイツ人傭兵部隊士官の中には、 ラールに町に防御を施すよう進言した者がおり、公平義士の二人は町の上流側に保留を建設し、川に沿って防御工作を行うべきことを忠告した。義士たちは図面を描き上げるまでしたが、ラールが同意しなかった。ラールが再度町の防御を施すよう促された時、ラールはくだらない。来たらいいさ。重剣で十分だと答えたという。 クリスマスが近づいてくると、ロイヤリストが街に来て、大陸軍が何かを企んでいると報告した。何人かの大陸軍な双兵ですら、川を渡るための食料が準備されていると、ドイツ人傭兵部隊に告げてもた。ラールはこれらの話を無意味なものとして表立っては無視したが、個人的には上官に当てた手紙で、目前に迫った敵の攻撃を心配していると表明していた。ラールは、 どのオープに当てて、いつでも攻撃される可能性があると記した。ラールは、トレントンが、防御不能であると言い,い、トレントンに近く、アメリカ軍の攻撃から道路を確保しておくことできる、メイドンヘッドに、イギリス軍の駐屯地を置くことを求めた。その要請は却下された。大陸軍が、ドイツ人傭兵部隊の供給船を邪魔するようになると、ラールの士官たちも同じ恐れを共有した。 ある者は、ここへ来て以来一晩も平和に眠ったことがないと、記した。12月22日、一人のスパイが、グラントに、ワシントンが、作戦会議を招集したと報告し、グラントは、ラールに、守りに注意せよと告げた。1500名いた、ドイツ人傭兵部隊は三個連隊で分けられており、クニプハウゼン、ロスバーグ及びラールが、各連隊を指揮した。その夜、 天候が悪かったのでいかなる偵察も送り出さなかった。ワシントンとその軍隊が出発する前に、ベンジャミン・ラッシュが来て、将軍を景気づけようとした。ラッシュがそこにいる間に、ワシントンが書いたメモを見つけたが、そこには、勝利もしくは死と書かれていた。これらの単語は吸収の際の合言葉になるはずだった。兵士の各ののが60発の弾薬と3日分の食料を持った。 この軍隊がデラウェア川岸に到着した時はすでに予定より遅れており、頭上では雲が集まり始めていた。雨が降り始め、それがあられに変わり、最後は雪になった。それでも大陸軍はヘンリー・ノックスの全体式で川を渡り始めた。兵士たちはダーラムボートに乗り、馬や大砲は大きな渡し船に乗せて渡した。ジョン・グロバーの第十四大陸連隊が船を漕いだ。 渡カ途中でジョン・ハスレット大佐など何人かが船から落ちた。ハスレットはすぐに水中から引き上げられた。渡カ中の死者は出なかった。大砲もすべて良い状態で渡すことができた。約40名の小さな不評文献隊2隊が主力の前衛を務めるよう命令された。その任務は主力の前に障害物を置くことであり、また出くわす者、あるいは 町から出ようというものは誰でも捕虜に取ることった。一体はトレントンの北に派遣され、一体はデラウェア側に沿って南にトレントンに向かう川沿い道を閉鎖するために派遣された。悪天候のためにニュージャージー側への上陸が遅れ、深夜12時には終わると思っていたものが午前3時までかかったので、ワシントンは夜明け前の攻撃が不可能だろうと考えた。 大陸軍にとってもう一つ痛手だったのは、キャドワラダーというイング領将軍が悪天候のために攻撃に加われなくなったことだった。午前4時、トレントムへの行軍を始めた。その途中で市民数人が志願兵として加わり、地形に詳しかったのでガイドとして誘導した。風上に向かって1.5マイル進んだ後でベアサカバに着き、そこから右に折れた。 道は滑りやすかったが、平坦であり、馬や大砲には好都合だったので、楽な時間帯となった。間もなくジェイコブズクリークに至り、観覧シンクしながら、それを越えた。二つの部隊は、バーミンガムに到着するまで共に行動し、そこから二つに分かれた。その後間もなくベンジャミン・ムーアの家に到着し、ムーア家の家族がワシントンに、食べ物や飲み物を供した。 この時点で最初の諸行が見え始めた。兵士たちの多くはブーツを持っていなかったので、ボロキレを足に巻いていた。兵士の何人かは足から血を流し、雪を赤く染めた。この行軍中に2名の兵士が死んだ。ワシントンは部隊が行軍中に馬でその隊列を行ったり来たりし、兵士たちが歩き続けられるようこぶした。行軍中にサリバンがワシントンにを送って、 天候のために発砲が難しくなっていると告げた。ワシントンはサリバン将軍に銃剣を使うよう伝えてくれ。私はトレントンを取ることに決めた。と返事させた。町のそっとマイルの地点で主力部隊は先遣隊と合流した。そこで五十名の武装した男たちが現れたが、彼らはアメリカ人であることが分かった。彼らはアダム・スティーブンが率いており。 トレントン攻撃作戦を知らず、それゆえにドイツ人傭兵部隊の全哨基地を攻撃していた。ワシントンはドイツ人傭兵部隊がすべて守りについてしまうことを恐れたので怒ってスティーブンに、君、君、彼らを守りにつかさせることで私の作戦がダメになったかもしれないと叫んだ。これにもかかわらず、ワシントンはトレントンへの前進を続けるよう命令した。 ラールはスティーブン隊の攻撃がグラントの警告していたものだと考え、その日はそれ以上行動がないものと信じていたので、大陸軍にとっては有利に働くことになった。トレントンの北西約1マイルのペニントン、道路沿いオケアのところにドイツ人傭兵部隊によって前進基地が設けられていた。ワシントンは自ら兵士たちの前に馬で進んで、その襲撃を率いた。 前進基地部隊の指揮官、アンドレアス・ビーダーホルト中尉が、新鮮な空気を吸うために、店から出てきた時に、大陸軍が彼に向かって発砲した。ビーダーホルトが、敵だ。と叫び、他の兵士たちが飛び出してきた。大陸軍は、彼らに向かってサンド一斉射撃を行い、ドイツ人傭兵部隊も一度は応射した。ワシントンは、エドワード・ハンドのペンシルベニアライフル渋隊と、 ドイツ語が話せる不評の大替に、プリンストンに向かう道路を塞ぐように命じ、彼らはそこから、ドイツ人傭兵部隊全哨基地を、まさに攻撃した。ビーダーホールドは、まもなく、大陸軍が、襲撃隊以上のものであることを認識し、また他のドイツ兵が、プリンストン道路を撤退しつつあるとを見て、自分も撤退することにした。ドイツ人傭兵部隊は交代しながら発砲し、 秩序だった撤退を行った。彼らはトレントンの北外れにある高台まで交代し、そこでロスバーグ連隊の東蛮中隊と合流した。そこからはゆるりと交代しながら発砲し、発砲が途絶えないようにしながら、また家屋や他の建物を遮蔽にしながら大陸軍に応戦した。トレントンの街中に入ると、街の外苑にいた他の守備中隊の支援を受け始めた。 デラウェア側の近くにいた、もう一つの守備中隊も、支援のために東に急行し、川から町に入る道がラ空きになった。ワシントンは、プリンストンに向かう逃走路を抑えるよう命じ、不評隊を戦闘隊系で、その遮断に向かわせ、砲兵隊は、キング通りとクイーン通りの上手に陣取りせた。ジョンサリバン将軍は、南側の大陸軍部隊を率いて放棄された。 川沿い道からトレントンに入り、アッサンピンククリークを渡す唯一の道を抑えた。そこはトレントンから南へ出ていく唯一のルートであり、ドイツ人傭兵部隊が逃げ出すのを遮断できると考えていた。サリバンは少しの間前進を止めて、グリーンの部隊が北側の前進基地からドイツ人傭兵部隊を駆逐する時間があったかどうかを確認した。その後間もなく、 前進を再開し、フォングロスハウゼン注意式下の両兵隊50名が、駐屯しているフィレモン・ディキンソンの家である隠れ家を攻撃した。フォングロスハウゼン中尉は、両兵の中から12名を前衛隊に対する戦闘に投入したが、大陸軍が隠れ家に前進してくるのを見た時にまだ、数百ヤード進んだだけだった。フォングロスハウゼンは、宿営所に取って返し、残りの両兵たちと合流して、 隠れ家を放棄した。彼らは一斉射撃を行った後に振り向いて走り、ある者はクリークを泳ぎ、ある者はまだ遮断されていなかった橋を渡って逃げた。そこにいた二十名のイギリス流騎兵も同時に逃げ出した。グリーンとサリバンの部隊が街に押し入ると、ワシントンはキング通りとクイーン通りの北にある高台に移動したので、戦闘の様子を見ることができ、その部隊に指示ができた。 この頃、デラウェアガー対岸にいた、砲兵隊からの砲撃が始まり、ドイツ人傭兵部隊の陣地を破壊した。間もなく警鐘が鳴らされ、ドイツ人傭兵部隊3個連隊が、戦闘準備を始めた。ラールの連隊は、ロスバーグ連隊と共にキング通りの下流側で、体系を作り、クニプハウゼン連隊は、クイーン通りの下場に配した。ラールの旅団副官である、 ピール注意が最後にその指揮官を起こし、ラールは公平隊がその月早くに捕類を築くはずだった街のメインストリートボルト地点を大陸軍が占領しているのが分かった。ラールはその連隊にキング通り過端に隊列を作る、陽明治、ロスバーグ連隊にはクイーン通りを前進できるように備えさせ、クニプハウゼンの連隊にはラール連隊がキング通りを進む間、 予備隊として待機するよう命じた。二つのメインストリートの上手に陣取った大陸軍の大砲が間もなく砲撃を開始した。これに反応したラールはロスバーグ連隊の数個中隊に支援させて自分の連隊にその大砲を制圧するよう指示した。ドイツ人傭兵部隊は隊列を組み通りを前進し始めたがその体系は大陸軍の大砲及び通りの左側にある家屋を 占領していたマーサー隊からの発砲をよってすぐに破られた。その隊列が崩れるとドイツ兵は逃走した。ラールは続いて2門の3本の砲を先頭に参加させるよう命じた。これらの大砲はなんとかそれぞれ6発の砲弾を発射することができたが数分も経たないうちにその大砲を操作していた兵士の半分が大陸軍の砲撃で殺された。残っていた砲兵は逃げ出して 家屋や兵の陰に隠れ、その大砲は大陸軍に奪取された。この大砲の捕獲に続いて、ジョージ・ウィードン指揮下の部隊が、キング通りを下って前進した。クイーン通りでは、ロスバーグ連隊、とラール連隊による前進の試みすべてが、トマス・フォレスト指揮下の大砲によって撃退された。ドイツ兵の大砲がさらに二門、ほんの四発を放っただけで沈黙させられた。 フォレストの榴弾砲のうち一門は、車軸が壊れたために使えなくなった。この時点で、クニプハウゼン連隊は、ロスバーグ連隊やラール連隊とは離れ離れになった。ロスバーグ連隊とラール連隊は、武道弾やマスケット銃弾によって、大きな損失をこむり、町の外の畑まで後退した。町の南では、サリバン指揮下の大陸軍部隊が、ドイツ人傭兵部隊を圧倒し始めていた。 ジョン・スタークがクニプハウゼン連隊に銃剣突撃を勧告し、ドイツ兵の武器が発砲できなかったので抵抗するものの大半を倒した。サリバン自らが一体を率いてそれ以上誰もクリークを渡って逃げられないようにした。畑にいたドイツ人傭兵部隊は再編成を試み、もう一度町を取り返して突破口を開こうとした。ラールは 街の北にある高台の大陸軍側面を突くことに決めた。ラールは前へ進め進めと呼びかけ、旅団の固敵隊がドイツ兵の気迫を上げるために笛、ラッパや太鼓を鳴らし、ドイツ兵は動き始めた。ワシントンはこの時、まだ高台におり、ドイツ兵が大陸軍の側面に進んでくるのを見て、その方向に戦闘体系を作ることができるように、 舞台を動かした。ドイツ兵にコ連隊は、キング通りの方向に進み始めたが、三方向から来る、大陸軍の大砲に捕まってしまった。大陸軍のある兵士は、家屋の中に陣を取り、撃たれにくくしていた。何人かの市民ですら、ドイツ兵との戦闘に加わった。それにもかかわらず、ドイツ兵は前進し、捕獲されていた大砲を取り戻した。キング通りの上手にいたノックスは、 ドイツ兵が大砲を取り戻すのを見て、再度ダッシュを命じた。6名の兵士が走り、短時間の闘争の後で大砲をダッシュし、それをドイツ兵の方向に向け直した。ドイツ兵の大半はその大砲を発砲できず、攻撃は止まった。ドイツ兵の隊列が崩れ、散らばり始めた。この時点でラールは、致命傷を負っていた。ワシントンが高台から降りてきて、部隊を引き、 進め、勇敢な仲間たちよ、私に続け、と叫んだ。ドイツ兵の大半が火事炎の中に交代し、大陸軍が急迫して、すぐに包囲した。ドイツ語を話すアメリカ兵が、降伏条件を伝え、ドイツ兵が応じた。クニプハウゼン連隊の残りは、ラール連隊と交流するよう命じられたが、誤解のために反対方向に進んだ。彼らは橋を渡って、 逃げようとしたが、橋が占領されていることが分かった。大陸軍がすぐに相当試み、ドイツ兵の突破口を開こうという試みも失敗した。彼らは橋から遮断され、サリバン隊に包囲されて降伏を強いられた。この連隊は旅団の他の部隊よりも数分後に降伏した。ドイツ人傭兵部隊は戦死22名、重傷83名、 さらに896名が捕虜となった。大陸軍は戦士が2名だけであり、5名が負傷した。しかし、戦いの数日後に疲労、低体温及び病気で死んだ者を含めると、大陸軍の総損失の方が多いかもしれない。捕虜になったドイツ兵は、フィラデルフィア、さらにランカスターに送られ、1777年には、再度、バージニアまで移動させられた。ラールは、 致命傷を負い、その日遅くに自分の作戦本部で死んだ。この戦闘に参加したドイツ人の大佐4人全員が戦死した。ロスバーグ連隊は事実上、イギリス軍から外された。クニプハウゼン連隊の一部は南に逃げたが、サリバン隊が200名ほどをその大砲や物資と共に捕獲した。他にも薬船長の武器と大陸軍が大いに必要としていた弾薬が捕獲された。 ドイツ人傭兵部隊は大陸軍の九州で驚かされ衝撃を受けた。クリスマスの祝いの結果として酔っていたと一般に信じられている。軍事歴史家のエドワード・ジー・レンゲルは、ドイツ人は目が眩み、疲れてはいたが、伝説が伝えるように救いようのないくらい酔っていたという事実はない。と言った。歴史家のデイビッド・ハケット・フィッシャーは、そうではなかったと言い,い、この戦闘に参加し、 戦闘後にドイツ兵の面倒を見たアメリカ軍人のジョン・グリーン・ウッドですら、前夜に一滴でも酒を飲んだのか確認できないし、一片のパンですら食べたのかもわからないといったことを指摘している。しかし、ワシントンの参謀士官の一人は、彼らは大いにドイツ流のクリスマスを楽しみ、疑いもなくその夜は大いに酒を飲み、踊った。彼らは翌朝寝向かったことだろう。と記した。 ドイツ人傭兵部隊の降伏に続いて、ワシントンは若い主官の手をつかみ、今日は我が国にとって栄光の日だと言ったと伝えられている。しかし彼は、間もなく、キャド・アラダーとユーイングが許可できず、その疲れ切った2400名の軍隊を単独で行動させたことを知った。二人の部隊2600名がいなければ、この時プリンストンやニューブランズウィークまで押し出すことは、 できないと認識した。この規模は小さいが決定的な戦闘は後のカウペンスの戦いとともにその規模には不通り合いなくらいの効果があった。植民地全体にわたる人々の努力が活性化され、前月にイギリス軍によって作られていた心理的支配官が覆された。ハウ将軍はそこそこのドイツ人傭兵部隊が吸収され、 大した抵抗もないままに圧倒されたことに唖然とさせられた。しかし、フィッシャーはトマス・ペイニやニュージャージー民兵隊が戦闘自体に対したよりもその努力のゆえだったと主張した。正午までにワシントンの部隊は捕虜と六角品を携えてデラウェア川を越えペンシルベニアに戻った。この戦いは大陸軍がイギリスの正規軍を破ることができるということで、 大陸会議に新たな自信もたらした。さらに、大陸軍に新たな志願兵を募ることもできた。大陸軍は訓練されたヨーロッパの軍隊とその年早くにニューヨークを落とされた時に抱いたドイツ人傭兵部隊に対する恐れを克服した。大陸軍で著名な士官が負傷した。カズトはウィリアム・ワシントン、ワシントン将軍のまたいとこであり、両手に重傷を負った。 もう一人は、若き注意ジェームズ・モンローであり、後のアメリカ合衆国大統領である。モンローは、マスケット銃弾で左肩を撃たれ、動脈を切断されて出血がひどく、戦場から担ぎ出された。軍医のジョン・ライカーが動脈を失血して、出血による死を食い止めた。戦闘に先立つ、時間帯のことで、ドイツ系アメリカ人の画家、エマヌエル・ロイツェが有名な絵画である。 デラウェア川を渡るワシントンを描く動機になった。この絵では、ワシントンがデラウェア川を渡る時に、船の上に仁王立ちになっているが、歴史的な正確さというよりも、象徴的な意味が強いと考える者がいる。なぜならこの時の川水は、氷のようであり、危険極まりないものであった。またモンローが持っている旗は、戦いの6ヶ月後に作られたものである。 さらにトカは夜明け前に行われている。ワシントンが立っていたことを疑う者も,も多いが、歴史家のフィッシャーは、このトカが嵐の中で行われたので、船で座っていたら氷水に浸かっているようなものだったから立っていたのだと主張した。それにもかかわらずこの絵は合衆国の歴史の象徴になってきた。トレントンのファイブポイントに立つトレントンの戦い記念碑は、この大陸軍にとって、 重要な勝利を記念するものとして建てられた。デラウェア側とかと戦闘は毎年再現されている。A&E ネットワークの2000年の映画とかはワシントン役でジェフ・ラニエルズを廃止とかの様子、戦闘の準備と戦闘そのものを映し出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。